こんにちは。今日はお家で作った遊べるおもちゃを紹介します。作るおもちゃはこれ、こちらです。可愛らしいですね。最近は生活の中で指先を使うことが少なくなっているので、このようなリボン結びや三つ編みのできるおもちゃを使って遊んでみたいと思います。では材料はこちらです。ダンボールや厚紙、色の違う紐、フェルト、他にも靴の紐などね、使わなくなった紐も使えます。あとリボンやマジック、セロハンテープ、カッター、ハサミをご用意ください。それでは作り方の手順を簡単にお伝えします。まず台紙となる段ボールや厚紙をこのような形に切ります。そしてこちらに絵を描きます。靴の形の絵です。で、大人の方が靴の形の絵をこう描いて、そしてそこに色を塗ってもらうのをお子さんにお願いすると、塗り絵のような感じで楽しめると思います。で、もし絵が上手なお子さんは、こういう形だよって言って見せてあげて、まねっこして描いてもらうと面白いと思います。そしてここにはもう穴開いてますが、何でもいいです。先が尖っているもので、うす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 と穴を開けてください。そしてそこに紐状のもの、これは靴紐です。靴紐をこのように通します。そしてこっちから通します。こんな形で上まで通していって、最後にここリボン結びします。先ほど見ていただいたのと同じ完成品はこんな形になります。そして次に、はい、こちらの三つ編みの材料を紹介します。まずフェルトで、この3本の紐を一緒に縫い込むとこのようになります。3本違うのがね、この三つ編みの練習のポイントです。はい、ではやってみますね。はい、最初は一番端の黒が真ん中に来ます。次は白が上に来ます。次は青が上に来て、また、はい、はい、黒来た、白、はい、青、手が混乱黒、はい、白、はい、青、おうの順番にやっていくと、黒、白、青の順番でやっていくと、このように三つ編みが完成します。他にも今と同じような材料と使うと、このような、はい、アレンジもできます。これ人の形にして髪の毛をこのように紐を使って三つ編み、はい、こちら、はい、編む前、こっち編んだ後、それから靴のところがリボン結びになってます。それから、こちらの方はもうちょっと簡単なバージョン、こちらは花束のリボンを結んでみようになってます。このようにいろんな形で遊んでみても面白いです。それでは今お家でいろんな楽しい遊びをできるチャンスなので、いっぱい作って楽しんでみてください。それではまたねー。